だから人は血を捧げるのよ。ニエの血を。ニエの血。血には寄生があるのよ。あなたの血はね、とても純粋で尊い。ヤシオリの酒が主様の塩素を酔いつぶしてしまったように、とても濃くて強いのよ。ヤソ、ヤオ、ヤチの人の血を飲み干してもなお釣り合わないほど。神でも物でも何でもいいわ。あらゆる人でないものはあなたの血を飲むことでより大きな存在になることができるの。より大きな。そう、強い力を手に入れられるの。だからとても特別なの。だからみんなが欲しがるのよ。そして奪い合いになる。この土地には強い封印があるから、ここにいる限り外のあやかしに嗅ぎつけられることはないけれど、だから血が絶えず今まで残っているけれど、今も昔もニエの血の持ち主は珍しいのよ。誰もがあなたのように血の匂いを隠せるわけではないから。もし隠せなかったらわかるでしょ。隠れないと、逃げないと、鬼に捕まったら食べられてしまうのよ。だからその貴重な血の持ち主は大事に大事に育てられて、崇める者に喜んでもらうために、恐れる者の機嫌を伺うために、生贄として捧げられてきたのよ、ずっと神代の昔から。弱い子よりはそのぐらいの方が好きだもの。ますますあなたが欲しくなってしまったわ。私が人間だとでも思っていたの？
だから少しもらうわよ。大丈夫、痛くはしないからね。魔除けの呪符だ。ケイさんに差し上げよう。まさか、そんなものを隠し持っていたなんて、思いもしなかったわ。どうやらあなたを侮りすぎた。何を怯えているの？これはあなたがつけた傷ではなくて、あなたがやったことなのよ。その目を曇らす涙を拭いて、ちゃんとご覧なさいな。私、ごめんなさい。謝って済むようなことかしら。私たちの慈しみを傷つけた報い、あなたの贄の血であがなってもらうけれど、これは随分と。高くつくわよ。
最後の一滴まで私たちのものにすれば少しは腹も癒えるかしらね。はい、最後の一滴まで飲み干せば。ずいぶんとお預けされたけど、それももうおしまい。そんなことはさせないわ。私はユメイ。ケイちゃんを守るために形になった。あなたたちとは対立するもの。するわ。ケイちゃんから離れなさい。嫌だと言ったらどうするつもり？私、自分よりも弱いものに命令されるのは嫌いだもの。ところで一体何ができるというの？主様を抑えるので手一杯のあなたに何が？そうやって人の形の写し身を作るのが精一杯なんじゃないかしら。勝てる見込みはないのになぜ？勝ち目がないのは分かっているわ。
ずいぶんとお粗末だったけれど、今のを回線の矢合わせと思っていいのかしら。ええ、構わないわ。私の存在をかけてでも、ケイちゃんだけは助けるつもりだから。ずいぶんとバカなのね。どう考えてもそれは無理。先に消えるのはあなたでしょ。あなたが消えてしまったら誰がその子を守るというの。本当に捨て身なのね。ですが姉様、これではさすがに。